ポイントカルチャーゾーンみたいなところは、はい、一番人が来るとか言ってます。あ、確かに来ます ね、 あのすね。こっちはこの目的行かないと来ないんですけど、はいはいはい、あっちは店がこうバーってあって、はいはいはい、その流れで、うん、通りがかったりとか。なるほどなるほど、いい場所なんですね。いい場所です、はい、うん、場所的には。ただステージはその自分たちで組んで、うんうん、っていう感じ。すげえ大変そう。あ、フリーマーケット。あ、そうです。僕はずっとフリーマーケットがあって、うん、すごいな、本当に市民祭りだ、はい、そうです、ね。うん、昔は結構、うん、こっちもあっちもその敵屋さんとかはいはいがずっと入ってたんですよ、うんうん、ただなんかいろいろそういう志の方針転換とかそういうので、うん、どっちかというとそういう市民手作りの寄りになってるっていう企業とか、うん、そういうのが出してるみたいな。でそういうのを聞いて今回、はい、あ、じゃあ俺スケボーしに行くとかスケールやるとかじゃなくて喋、はい、りに行くよって、あ、うん、そういう感謝を言葉で置いていくねなんて言って言って、いや、まあ、心座議員とかね、うん、人でそういうことを言い出す人いないんで、最初議員さんとかそういう人たちも、あ、まあね、遠くに、うん、はいはい、でも今日あれでしたね、まさかの選挙の日でしたね。そうでしたね、はい、うん、そっからじゃあ文化を所沢市からもそういうカルチャー発信してるよみたいな状態にしようよ。はいはいはい、はい、で一応、あ、台本軽く見ていきました。あ、見ました見ました、全然、はい、うん、なんでコプローチも、うん、プリントアウトもしてきたんで。あ、よかったです、よかったです、はい、急な感じになってたんですけど。いや、全然さすがだなと思って。いや、全然スケボーもね、難しいですよね。このなんか危ないだとか、うん、場所が禁止だとかね、そうですね、いろいろあってスケートボードもともとパークとかもなかったんで、はい、で行政との戦いとか、はい、いうのでやっぱ警察の人たちあったんで、ね、すごいな、おい、すごいお祭りだな、ね、これ。いや、めちゃめちゃすごいでっかいお祭りです。所沢市民フェスティバルがこんな状態だと思ってませんでした。もう正直ね、もうちょっと閑散としてるかなと思ったんですけど、やっぱさすがにね、2日間合わせて30万人が来場するというね、この所沢市民フェスティバル、今日はね、所沢の応援に駆けつけた私でございます。あ、なんか音が聞こえてる。あそこだけ委託用向けいいじゃないですか、はい、活動も頑張ってるんですね。いや、頑張ってますよ、うん、すごいな。だから B ボーイパークみたいな感じですね、所沢の、はいはい、所沢の B ボーイパーク、はい、所沢の B ボーイパーク、お、いいじゃないですか、ここ。あ、サウンドシステム組んである。ここから、ここはもう、うん、アザーポスです。はいはい、ブロックパーティーって書いてある。BMX で、ね、でも、あ、そうですね。到着しました。イエーイ。イエーイ、大田教授、よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。Shall we begin? ユニティセクションズの DJ のクロボイジャー。クロボイジャー、あ、クロボイジャー分かる。クロボイジャーで DJ チーフです。あ、やべえ、俺今日マスク持ってくるの忘れた。大丈夫です、うん、ちょっと手が汚れてるんで。どうも、しのすけです、よろしくお願いします。UT です、お願いします。 UT です、ラップやってる。あ、ここらしいです。どうも、しのすけです、今日よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。 UT のありがとうございます。どうも、KD です。同じチームの KD です。よろしくお願いします。デザイナーのポールです。ポールです。よろしくお願いします。ユニティとアズはなんか似てるね。あ、そう、俺がどっちも好き。あ、ほんと。まさにパクティ。なるほどね。天ぷら不調さん。じゃあこれでいいっすかっつって。なるほど。これがいいっす。ちょ、今日は天ぷらして。ありがとうございます。いいね、ステージもすごいしっかりしてるね。こんな大きいの作っちゃって。雨降ってきちゃった。今日雨だった。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、そしたらクラウドかき上げ目指せゴール。俺を邪魔するフーリガンの空気感に革命を起こすフューリさん。ナイスな MC 頼むよ、マツキ。ありがとうございます。一日させてもらえますか。おー、すごい。あった、あ、ドネルケバブがあった。やっぱりサンドにしたんだね、ラップじゃなくて。しかなかった、うんうん、ラップがなくて。さあ、本番までちょっと時間があるんでね、フラッと近所だけ歩いてみようと思います。オースクーよ。ありがとうございます。こんにちは。いえいえ、全然なんでお祭りですし。なるほど。よかったら、アイスコーヒーです。どうぞ。あ、できた。はい、はい、ありがとうございます。ブラックですので、お好みでガムシロップご利用ください、うん、よろしくお願いします。レペゼン所沢国立公園 UNITY コクローチおばちゃん、そして DJ はチーフ。
行ってみましょう、レッツゴー。 Go Unity Go Unity Go 2MC1 DJ クゼロ目指すビルビジョンでか遠くにもロープにもロープ 1,2,3,4 レッツゴー。踊ってくれよ届くビート今日は君らが踊るヒーロー B-Boy ジャーがサポーターいいぜ俺らに任せな華麗に舞えよ軽くフィーバー今夜君らがダンスリーダー B-Boy ジャーがサポーターエスコート俺らに任せな Yeah yeah hey 行きようノーダー今回の特別対談ですね。スケートボードカルチャーが誕生したきっかけブレイクダンス、はい、発祥の歴史を歴史的危機についてクリエイティブなんですよね。音楽が鳴ってるところで踊ればできるっていう、はいはいはい、社会的にあんまり良しとされてないイメージが恵まれない人たちが歌詞を書けば書くほど自分に自信が持てるっていうのが一番でかい世界の見え方が変わったんですよ。ストリートカルチャーを知らない大人たちってそのビジネスにもなる可能性があるこういった文化にそ、ねうんうん、そのどうやってコンタクトすればいいか分かってないみたいな。はい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 。俺のばあちゃんは日本語話す台湾人日本人の孫と普通に会話して日本の歌を嬉しそうに歌い日本のこと愛し日本人みたいだった少年に100歳陸軍看護婦だった当時の写真を見せて笑った日本人の兵隊さんたちは立派だった綺麗な人農家の協賛があるのでみんなにプレゼントがあるって汗かいた人はいタオルと T シャツあるそうです。はい技やってメイクしたら、メイクしたら好きなものを一個ずつ取っていく。そうそう、はいはいはい、技やりたい。やろうぜやろうぜ。どこでやろうかみんなセッションしようか。あのバンクでバンクで何かやろうか、はい、オーリーでもいいしさショービットでもいいから簡単なのでもいいからリップやろう。プリップいいじゃん。えやっちゃおうかやっちゃおうか。じゃあ技メイクした人に、はい、おばちゃんが袋の中にいろいろとタオルと T シャツがあります。もしかしたらパパとママが着れるぐらい大きいサイズのものになっちゃうかもしれないけど、いいよ全然いいんだよ自分ができることができたら、うん、おフリップすごいじゃんじゃ大丈夫です大丈夫です。ランプじゃダメとか。ランプでもいいです。決められなかったらもう一回やればいいの。成功するまで、うん、成功するまでやってみよう。成功するまでやってみよう。やったやった。じゃあおばちゃん始めます。じゃあいいよスタート。した人はあの赤いロンティのおばちゃんのところに行ってください。さあもしもう一回4回おっといいぞいいぞおーナイスメイク。はい袋を持ってるお兄さんのところに行ってください。しゃあ惜しい何回でもいいよチャンスあるよ。おいっかそうだ成功して商品をゲットだ。かわいい。おーし何回やってもいいよ。どっちだどっちだ。
いいよ。インターフェイキーからの、おっと、ハーフキャブロック、ハーフキャブロック、ダブル、トリプル、4回目。よっしゃ、ガムチョップ。オッケー、おー、ナイスメイ。よっしゃ、じゃあお兄さんのところに行ってください。いいよ。おー高い、ナイス。おー、ダブルグラブのバリアルボールです。ナイスナイス。じゃあお兄さんのところに行ってください。さあビッグフォークガール、イエーイ。よっしゃ、みんな応援しろ。プラス T シャツ、それからパーカー、タオル、そしてグリーンヘブンさんからもこんなイケてるパーカーもあります。最初はグーじゃんけんぽい、チョキの勝ち。最初はグーじゃんけんぽい、パーカー。最初はグーじゃんけんぽい。ちょっと待って、ちょっと多分ね、多分今人数これ超えたんで、復活チャンスがありそうな気がします。どこは毎年ライブしてんの？そうです。あ、そうなんだ。はい、今回あれ、カズオに呼んでもらって、いや、すげえテンション上がりました。あ、ほんと？俺ね、前にキックスっていうインディーズレベルでコンプレッションアルバムで同じオケで違う人たちが歌うみたいな、あると思うな、参加したことがあって、で、すごいめちゃ上手くて、俺メッセージ送ったことあるの。2011年からずっとスーパージャパンで。あ、なるほどなるほど、はい、すごい。8個あるんでごめんなさい。じゃあここで皆さん選んじゃってください。ああ、そう、もう OK。 ちっちゃい子からいこうか、ちっちゃい子から。じゃんけん大会、リュウリュウゲットしたかも。これ S タオル、タオル、あ、かっこいいじゃん、開けてみ。やった、嬉しい。やったじゃん、ゲットしたじゃん、じゃんけん大会。ラフアイアントランプに10分1000円。どうした、どうした、すごいすごいすごい。さあ、まだできますか。そうですか。うわ、やりたかった。頑張れ。やることね。じゃあまた今度かな。来年。そうそう。子供すごい、この高さ体験させたいね。行くわ。あのトランプにあるじゃん。できなかった。もうなんか予約でさ。篠之助君やろうとしたんですか。違う、リュウセンにやらせようと思ったの。うん、俺もやりたいけど。あれね、うん、なんかかなり飛んでましたよね。そうそう。で、子供があんなところに飛ぶようなさ。浮遊空間というか空中体験できないし、なかなか。そう、トランプリンでもあんな飛べない。飛べない飛べない飛べない。大きいやつやんないと。で、安全だし。ファミリー3人です。おばたけ集合です。もうちょっとやってたんです。でもあの手怪我さないで、今彫刻のね、あれ準備中なんで。めっちゃ楽しそう。じゃあスクールします、個別で。スクールします。もう最高だよ、この祭り。いいね。写真書いてもらったの。あ、これ純之助の。はい。じゃあこれは
2004年バージョンということで、おばちゃんなんか手伝います。あ、撤収なんかできることあるんですか。まあでも足場を持ってきて、あ、そうですね、今今日はスピーカー本田に手伝って帰ろうかなと。あとユニティ T シャツ、あの、あ、置いといたんで。いただきました。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ来てください。 XX0 なんで、うん、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃやばいでしょ。でやっぱ彫刻できる人は絵も描けるし、何でもできないといけない。平面と立体と両方頭の中にあるから。これ俺、あ、すごいシルエットの絵を描いてる。すごい、めちゃめちゃやばい。